浜田聡君。はい、浜田聡です。所属政党は NHK から国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。委員の皆様には少数会派にもご配慮いただき、質問時間いただきましたこと大変感謝しております。今回の委員会は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の審議ということで、地方分権改革中心に質問させていただこうと思います。あらかじめいただきました法案説明の資料を拝見しますと、地方分権改革が本格的に始まったのは平成5年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議あたりからではないかと理解しております。それから現在に至るまでさまざまな取り組みがなされてきて、今後も進められていくものと考えております。地方分権と対になる言葉として中央集権という言葉があります。これらの言葉に関連して歴史を簡単に振り返ってみますと、我が国では明治時代にいわゆる中央集権型行政システムが確立されました。このシステムは第二次世界大戦後も形を変えながら維持され、我が国が戦後に急速な復興経済成長を果たす上で大いに役立ちました。一方で国民が経済的に豊かになるにつれてニーズは多様化し、従来の中央集権型行政システムでは的確に対応することが困難な課題が生じてきました。例えば東京の一極集中の是正、個性豊かな地域社会の形成の必要性、少子高齢化への対応などです。このため中央集権型行政システムから地方分権型行政システムへ転換を図り、地域のことは地域で決める、地域のことは地域住民が決めることができるようにすることが必要となってきたものと理解をしております。さて、地方分権と関連する言葉として補完性原則という言葉があります。今回この言葉に関して北村担当大臣に質問させていただきます。補完性原則は何かというと、自治体でできる基礎的なことは全部そこでやる、そこでできないことを国が補完してするという原則のことであります。最近の政府による地方分権改革において、この補完性原則という言葉はどういった位置づけとなっておりますでしょうか。北村大臣。委員長、補完性の原則は、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねることを基本とし、委員ご指摘のとおりでありまして、基礎自治体が広く事務事業を担い、基礎自治体が担えない事務事業は広域自治体が担うこととし、国は広域自治体が担うことができない事務事業を担うこととすると。このことによって、それぞれ本来果たすべき役割を重点的に担っていくという考え方であると認識をいたしております。また、地方分権改革は、個性を生かし、自立した地方を作るために、委員ご指摘のまさに補完の原則に基づき、権限移譲や規制緩和等を推進いたすことで、国が本来果たすべき役割を重点的に担うとともに、住民に身近な行政はできうる限り地方公共団体が担えるようにする取り組みであるし、平成26年6月の地方分権改革有識者会議の報告書でも同様の見解が示されたところでございます。現在の提案募集方式による取り組みにおきましても、補完性の原則、この考え方を基本といたしておりますし、地方分権改革において、重要な考え方であると認識いたしておるところです。浜田君。はい、ありがとうございます。大臣と考えが一致するということが確認できました。この補完性原則という言葉は、EU の地方自治憲章の条文に盛り込まれている言葉であります。それによると、欧州統合に際して EU と各国政府の関係を整理するためのよりどころとされたものであるが、一国内の中央政府、自治体、NPO の役割分担にも援用できるとのことです。もちろん中央集権から始まって地方分権を進めている我が国と、もともと個々の国があって、それらが統合した EU とは話の前提が異なるのは確かですが、地方分権を進める上で重要な原則ではないかと考えて、今回取り上げさせていただきました。さて、地方分権を本格的に進めていくとなると、少し極端かもしれませんが、いくつかの中央省庁はなくなる可能性を指摘する意見もあります。元財務官僚で、開津大学教授の高橋陽一先生は、
陽一先生の著書によりますと、地方分権が進んでいくと最後に残るのは国の財政を担う財務省であったり、防衛を担う防衛省、あと法務省、外務省ぐらいでは、残るのはそういった省庁ぐらいではないかとのことです。もちろんどこまで地方分権が進むかにもよりますので、本当に省庁がなくなるかどうかは分かりませんが、地方分権が進むことでお金も権限も地方に渡っていくことは避けられないのではないかと思います。ここで問題になってくることは、そうなっていく場合の霞が関の中央省庁による反発であります。霞が関の各中央省庁はお金や権限を地方に渡すことを嫌がる、地方分権を嫌がるという見解は、先ほど紹介した高橋陽一先生がおっしゃっていることではありますが、他の方による同じような意見も拝見することがあります。そこで地方分権を進めている内閣府に質問です。他の省庁による地方分権への反発と感じることはありますでしょうか。そしてあるとすれば、そのような状況で地方分権を進めるために大事なことは何であると考えられますでしょうか。宮地次長。お答え申し上げます。地方分権改革の推進は、総理本部長として全閣僚により構成される地方分権改革推進本部を設置し、政府一体となって取り組んでいるところであります。提案募集方式の取り組みにおきましても、各府省において提案のあった事項について、地方の抱える課題の解消に向け真摯に検討いただいているものと考えております。その結果、平成26年の提案募集方式の導入以降、地方からいただいた提案のうち、内閣府が関係府省と調整を行った案件の約4分の3につきまして、提案の趣旨を踏まえた対応などを行ってきたところであります。今後とも地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立ち、政府一体となって取り組んでまいりたいと考えているところであります。以上でございます。浜田君。はい、ありがとうございます。先週のこの委員会でですね、私、国家戦略特区ワーキンググループや規制改革推進ワーキンググループでは、既得権益を守る側と切り崩していく側とのガチンコの戦いが行われているということを話題にさせていただきました。地方分権においてもですね、各省庁の反発が予想される中、改革を進めていくというのは本当に大変だと思いますが、そんな困難な状況を切り開いていこうとする努力に敬意を表します。地方分権は進めるか、進めるべきかどうかというのは、国の在り方をどうするかという問題でもありまして、有権者の意思が大事になってきます。そういう意味では、この国会での議論が極めて大事になってきますので、今後も真摯に取り組んでいきたいと思います。次に、地方分権に関して財務省に質問させていただきます。先ほど紹介させていただいた元財務官僚の高橋陽一さんによりますと、財務省は大きな政府が好きで、地方分権は嫌いという記載がありました。財務省の内にもですね、いろんな方が、考え方の方がおられると思いますので、これが事実かどうかはさておいてですね、地方分権と関連して財源の一つである税源についてお話を聞きたいと思います。国と地方の税源というと、シンプルに考えれば国税と地方税という分類があるかと思いますが、地方分権を進めていくと、国税から地方税への税源以上という話が出てくる可能性があるのではないかと思います。そこで質問です。国税から地方税への税源以上を進めるべきか否かについて、財務省としての見解をお聞きしたいと思います。財務省の審議官。お答え申し上げます。まず地方分権につきましては、先ほど内閣府からの答弁がありましたように、全閣僚メンバーの本部にて推進しているということで、財務省としても政府の一員としてしっかり取り組んでまいりたいと思っております。で、財務省、当然財政税制を所管しておりますので、私どもの仕事といたしましては、地方公共団体が地域の実情に応じた重要な課題にしっかりと取り組むことができるように、安定的な財政運営を行うことができるよう、必要な財源を確保するということであると考えております。で、その手段としては、当然地方税が主管でありますけれども、地方交付税あるいは補助金といった、さまざまな国の予算措置も含めて総合的に対応していく必要があるものと考えております。で、なおご質問の税源以上でございます。で、これにつきましてはいくつか問題があると思っておりまして、一つは、単純にその一つの税源を国から地方に移すとした場合に、これ地方によって税源の力に非常に格差が大きくなりますので、地方間の財政力格差が現状よりも広がってしまう可能性がないわけではないということが一つございます。それから、地方総体の財政状況と国の財政状況を比べた場合に、国の財政状況がご案内のように非常に厳しい状況にあるということもございます。
そうしたことも踏まえますと、国から地方への税源移譲ということについては、極めて慎重な検討が必要であるものと考えております。浜田君。はい、ありがとうございます。財務省としてのご見解、参考にさせていただきます。さて、ここで地方公共団体の税以外の財源を確保する方法として、この委員会でも他の委員の先生方のお話でも出てきましたが、地方債を考えてみたいと思います。都道府県や市区町村といった地方公共団体が必要な資金を調達するために発行する債券でございます。昨今の新型コロナウイルス感染症の経済対策等で地方の財源が問題となっている現状では重要な話と考えて今回取り上げさせていただきました。そんな中ですね、私が最近拝見する提案の一つに、日本銀行がこの地方債を買い入れしてみてはどうかというお話がございます。この新型コロナウイルス感染症を受けて、日本銀行は先月あたりからさまざまな追加緩和政策の方針を出してきています。国債の買い入れ上限撤廃であったり、企業金融支援策の拡充などが発表されています。その流れで地方債を買い入れ対象にしても不思議ではないと思うのですが、最近の黒田総裁の意見表明では、地方債の買い入れについては現時点では慎重な姿勢とのことでした。これに関しては配布資料に用意させていただきました。ただし、まだまだ新型コロナウイルス感染症の対策を継続していく必要があると考えるならば、当然地方の財源の問題は続くと思いますので、日本銀行も考えを改めていく必要があるとは思います。他国の例にはなりますが、アメリカですと FRB が人口20万以上の市であったり、50万以上の郡の地方債を買い入れしているという報告があります。もし日本銀行が地方債買い入れ方針を出すとすれば、地方公共団体としても地方債をより出しやすくなるということがあるのではないかと思います。ただしですね、日本銀行が地方債を買い入れることについて調べてみましたところ、いろいろと話がややこしくてですね、いろいろな障害があると思いました。ですが、検討する価値は大いにあると思いますので、今回は総務省にいくつか質問させていただこうと思います。まず通告しておいた1番と2番の質問をまとめて聞きます。地方債の残高はいくらでしょうかということと、またその中で市場に出てくる公募の地方債の残高はいくらか教えてもらえますでしょうか。総務省谷審議官。お答え申し上げます。平成30年度末現在の地方債の残高は約184兆円となっております。地方公共団体が市場から直接調達する市場公募地方債につきましては、平成30年度末現在で51兆円となっておりますが、証券発行による地方債といたしましては、そのほか銀行等が調達する銀行等引き受け債のうち証券発行分がございまして14兆円でございます。合計では65兆円となっております。浜田君。はい、ありがとうございます。日銀がその気になれば公募の地方債も買いオペ対象にできるのではと考えています。で、次の質問、順番を入れ替えまして4番目の質問になります。地方公共団体が地方債を発行して、それを日銀が買うとなった場合にですね、総務省の所管する法令などで地方公共団体を制限するルールなどはありますでしょうか。谷審議官。お答えいたします。地方債を買い入れの対象とするか否かにつきましては、日銀において金融政策として決定されるものと考えておりますけれども、地方財政法におきましては日本銀行が地方債を購入することは妨げられておりません。浜田君。はい、ありがとうございます。この後ですね、日銀にも別の委員会で聞いてみようと思います。3番目の質問になります。地方自治体が発行した地方債を買ってもらった場合、まず問題となるのが利払い費、利子ですね、だと思います。ただ買い手が日銀というやや特殊な状況ですので、例えば利子なしの地方債を発行することが可能であったりですね、あるいはやはり利払い費は払う必要がありますでしょうか。谷審議官。はい、ご指摘のように日本銀行が地方債を買い入れ対象とする場合には、国債社債が買い入れ額の増加に伴いまして金利が低下していることを見ますと、同様に将来的に地方債の金利が低下する可能性もあるものと考えられますけれども、
日本銀行が地方債買い入れ対象とするか否かにつきましては、日本銀行において金融政策として決定されるものと考えております。なお、買い入れ対象となる場合には、地方債の利子は発行体の地方団体から地方債を保有する日本銀行に対しまして支払うこととなるものと考えております。浜田君。はい、ありがとうございます。やはり、地方公共団体と日銀とのやり取りですと、利払い費を払う必要があるということを確認させてもらいました。まあ、これが日本政府と日銀とのやり取りですと、国債の利払い費は納付金として財務省に戻るので、まあ、利払い費の心配をほぼしなくていいという、まあ、その点では大きく違うのではないかと思います。というわけで、この利払い費の問題のように、地方公共団体と日銀の直接のやり取りにはいろいろと難しい点があるのではないかと思いました。ただ、地方公共団体と日銀との間に、日本政府を介入させることで、利払い費や償還の問題を解決する方法もあると承知しております。これに関しては、後日別の委員会で質問させていただくことにしようと思います。総務省の方、確認させていただいてありがとうございました。最後ですね、残った時間を使いまして、最近の新型コロナウイルス感染症の消毒液に関して、厚生労働省に質問させていただきます。新型コロナウイルス感染拡大防止について、手指のアルコール消毒が有効であるというのは皆さんご承知の通りです。ところが、消毒用アルコールが品薄になってきたため、高濃度アルコール製品や次亜塩素酸を入れた水を使い始めていることが報告されています。最近の情報によると、次亜塩素酸ナトリウムや次亜塩素酸水を空間に噴霧している施設があるとのことです。今回質問させていただきたいのは、この空間噴霧についてでございます。消毒液をですね、人のいる空間に噴霧するというのは、WHO の暫定指針では推奨されていないと承知しております。今回配布させていただいた資料、記載の通りです。そこで確認したいことは2点です。質問まとめさせていただきます。次亜塩素酸ナトリウムや次亜塩素酸水、いずれにしても、これらを空間に噴霧することはよろしくないのではないかということが1点。で、もう1点は、そういうことを、まず、それがよろしくないのであれば、そういうことをしていることに関しては、注意喚起をすべきなのではないかというのが 2点目ですが、厚生労働省としての見解を教えてください。厚生労働省、吉永審議官。お答え申し上げます。委員からご配布いただいている資料にもございますとおり、WHO は本年5月の15日に公表しております、COVID-19 にかかる環境表面の洗浄消毒におきまして、屋内空間では噴霧等による消毒剤の使用は推奨しないということが言及されております。消毒剤一般に関する評価といたしまして、厚生労働省も同様の見解を持っているところでございます。そのうち次亜塩素酸ナトリウムについてでございますけれども、次亜塩素酸ナトリウムにつきましては、新型コロナウイルスの消毒には有効でございます。ドアノブなどの身近なものの性質として消毒できるものとして有効でございます。ただ、一方、吸引すると有害でございまして、かつ効果が不確実ということはございますので、噴霧を行わないことが適当である旨を、4月7日付の事務連絡等で通知をし、周知しているところでございます。一方で、次亜塩素酸水についてでございますが、現在、経済産業省の所管でございますが、独立行政法人の製品評価技術基盤機構におきまして、有効性の評価を行っているところでございますが、本日、経済産業省からは報道発表がなされておりますが、次亜塩素酸水の空間噴霧につきまして、次亜塩素酸水の噴霧が、換気によるウイルスの排出や3密回避による感染防御よりも有効とする分析は発見されていないということ、また消費者からの自己情報データバンクにおきましては、次亜塩素酸水の空間噴霧による健康被害とも捉えられる報告が届いているということが示されているところでございます。次亜塩素酸水につきましては、なお現時点で有効性が示されているものではございませんで、引き続き独立行政法人製品評価技術基盤機構において検証がなされているものと承知でございますが、その評価、有効性の評価を踏まえながら適切に対応してまいりたいと考えております。浜田君。はい、ありがとうございます。次亜塩素酸ナトリウムと次亜塩素酸水の違いまで説明していただいてありがとうございます。消毒液の空間噴霧についてはですね、それやっている施設としては良かれと思ってやっているとは思いますが、むしろ健康被害の原因になりうる行為に
ということもありますので、その点注意喚起をしていただければと思います。というわけで以上で私の質疑を終わります。ありがとうございました。ステージ先端、ちょっとお待ちください。大丈夫です。任務、はい、大丈夫です。もう進めていただいて結構です。他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。地域の自主性及び自律性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。全会一致です。全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。